奈良市の県立図書情報館で館長の千田稔さんが講師を務める公開講座が行われました図書館劇場と名付けられているこの講座は年に6回開かれています今回は奈良で活動する映像作家保山光一さんの作品上映から始まりました平城宮跡や長谷寺を舞台にした平成最後の桜の映像が流された後、 千田館長が古代の元号について講座を行いました飛鳥時代から奈良時代にかけての和道という元号は武蔵の国から道が献上されたことをきっかけに定められたという歴史に触れながら分かりやすく解説しましたまた新元号、令和の出典となった万葉集に関する本の朗読なども行われ参加者は 新しい時代を迎えたこの時期に古代を中心とした奈良の姿について理解を深めました。